どうも皆さん、こんにちは。杉本です。今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。今ご案内にありましたように、私の方からはこの環境首都コンテスト、一体どういうものなのかということをですね、よくご存知の方もおられると思いますが、もう一度ちょっと述べたいと思います。それからちょっと環境首都というもののイメージを描いていただくために、皆さんご存知だと思います。もともとはドイツでありました環境首都コンテスト優勝したところを、ドイツ連邦の環境首都と申してまして、特にフライブルグなんか有名なんですけど、そういうところのですね、少しどんな街でどんなことやってるのか簡単にご紹介します。それからあと、今日は関東地区のいろんな面白い先進事例をですね、自治体の方からまたご報告いただきますが、一つ関東地区ではなくて、多治見市、岐阜県ですね、ここの多治見市の事例が一つ面白いのがありますので、それもご参考までにということで、お話したいと思います。ですね、私の方の今日の資料の何ページかな、十何ページぐらいからあると思いますので、皆さんに見ていただきで、その前のページも参考にいただきながら、後でまた見てください。12ページからですね。それじゃあ早速始めます。すいません、ちょっと電気をお願いします。で、まずですね、我々が目指しておりますこの環境首都コンテストの目的はですね、日本の地域社会から持続可能な社会を作っていこうということを目的としております。ですから、いわゆる狭い意味の環境ではなくて、もう少し幅広く本当に豊かな地域、また孫子に伝えられている地域をどうすれば作れるんだろうかというのが我々のその目的であります。で、そこを考えるときにですね、どうしても外せないのは、92年のブラジルのリオのサミット以降、それ以前からも出てはいたんですが、世界の前はある意味21世紀最大の課題になっております、この持続可能な社会開発なんですが、我々今思いますには、現状このままでは持続不可能になっている。だから持続可能にしなきゃいけないということが叫ばれているんであると思います。で、持続可能はいろんな要因があると思います。環境だけではございませんで、非常に密接に関連はしておりますが、資源とか食料、水、それから人口問題、それと貧困、そしていろいろ最近非常に悩ましいことであります対立の問題、こういうことも今見てみますと、皆さんみんなお分かりだと思うんですが、どうもどれも今あまり希望的になれないんですね。どっちか言えばまずいなという方向に進んでいる方が多い。残念ながら世界はどうもこの頃あまりいい方向に行ってない。しかしそれではまずいわけでありまして、これをなんとか逆転してみんないい方向に向かわせなきゃいけないわけであります。で、こういうことをまずい方向に行ってますのはですね、全てこれは自然現象ではない、人間がやっている主張の主張ですね。ですからそう考えますと、我々の人間の在り方を変えていかなきゃいけないというのは当然のことだと思います。で、私は思うんですが、いわゆる環境問題なんていわゆる人間問題と言った方がいいのではないかなというふうにかと思っています。で、そういう中で、人間の行動とそのパラダイムと申しますが、いわゆるその行動の基本になっています価値観ですね、社会の豊かさとは一体何なのかとかですね、我々人生の豊かさとは一体何なのか、このあたりがどうも我々歪んでしまったのではないかというふうに感じています。で、これも皆さんもご承知の通り、世界ではですね、我々の環境団体だけではなくて、多くのですね、専門家、それから自治体や国の方々、そして経済界の方々もですね、この2つを絶対変えなきゃいけないと言ってですね、つまりこのような社会をもたらしています我々の大量生産、大量消費、大量廃棄と申しますが、そういうライフスタイルとそれを支える経済社会のシステム、これを変えなきゃいけない。これはもう世界の共通認識だと言っていいと思います。ただそれをどこで変えるのかというところでですね、その変える現場は地域であるというのが我々の主張なんです。これはなかなか感慨深いところがあると思うんですが、普通ならばライフスタイルというのは個人家庭の問題で、経済社会システムはグローバル化しているというふうに考えますと、なかなか地域というのは登場しにくいかのように言います。しかしそうではないんじゃないか。つまり私たちの生活というのは地域社会に支えられて、支えながら生活しなければ何もできないでありますし、またグローバル化したということは結局ナショナル、国家経済というものがなくなりまして、で、地域経済と世界経済が直接に結ぶ、これがグローバル経済であります。と考えますと、すべての私たちの経済活動、それから生活活動のですね、基本は地域である。だからここを変える必要があるんだということであります。で、これは我々が勝手に言ってるんではないということはご承知だと思いますが、例の地球サミットの時にですね、みんなで合意いたしましたアジェンダ21にですね、第28章というのがありまして、このように記載されております。
アジェンダ21で提起されている諸問題及び解決策の多くが地域的な活動に根ざしているものであることから、地方公共団体の参加及び協力が目的達成のために決定的な要素になる。これが国連が地球サミットですね、本当は国連の環境と開発に関する会議でありますが、あそこで定められた文書にこういうふうに書かれています。そのようにしまして、国連が世界中の国ではなくて、政府ではなくて、自治体に対してローカルアジェンダ21というものを作って行動してくれというふうに要請したわけですね。世界中の自治体にこう持続可能な社会を目指す環境を含めたそういうふうな行動計画を作って、そしてそれをやってくれというふうに言ったわけです。でスウェーデンのようにですね、これを本当にそのままやってる、つまりすべての自治体、コミューンと申しますが、そこでですね、ローカルアジェンダを策定して青年も加えて一生懸命動いているところもあるし、日本のようにですね、一部の自治体は結構やってるんだけど、多くの自治体はそんなことあることさえ知らないというようなところも残念ながらあります。はい、でただ一つだけここで申します。この地方公共団体の読み方を間違ってはいけないということでありまして、これは行政という意味ではございません。行政と住民を含めた 地方公共団体、こういう読み方をしなければいけないそうであります。というふうに要請しているところから見ましても、まさに持続可能な社会、アジェンダ21というのはまさに持続可能な社会を作るための世界的な計画という申しますか、そういうものでありますから、持続可能な社会を世界で実現するためには国連もまず地域からなんですよと言っている、これは大事なことですね。でそういうことを考えましても、まず私どもはこれをやっていきたいなというふうに思っております。でその中でよく持続可能な開発とか社会一体何なんだということで議論されますが、一つの分かりやすい説明としてこれがよく用いられます。いわゆる環境と経済、そこに社会的構成ちょっと意訳しておりますが、福祉とか人権、それから社会保障、そういう混ざったものだと思っていただければいいと思います。そういうものが合わさったこの一番いいとこですね、これが持続可能な開発社会のあり方であるというふうに思います。で日本でこれをですね、一般的に話しますと大抵みんな首をかしげるんですね。なぜかしげるかというと、日本の社会どれ一つとして今順調にうまくいってると言えないからなんですね。どっちかいったら問題が多くとか多くって困ってる、環境への関心は高まっておりますが、残念ながら結果はまだ伴ってますね。関心の高まりがあったとしても、そして、経済はないしろこうですし、最近なんかいいとか言ってますが、どうも日本の社会見てますと私もびっくりしたんですが、いわゆる貧富の差がすごく拡大してるみたいですね、そういうようなことを含めまして、経済社会的構成果たしていいんだろうか。その中でですね、一つとして本当にうまくと言ってるとなかなか言い切れないのに、三つともうまいこと言ってるのでそんなことありえるのかです。しかし反対に考えますと、この3つともうまくいってもらわないと我々困っちゃうんですね。1つがずっともうなってしまって、あとがうまくいってたでもなかなか人間としては生活しづらいどころか大変なことになっちゃうということを考えますと、やっぱりこの真ん中を狙わざるを得ない、それをちょっと考えていきたいと思います。で今日はですね、いわゆる自治体地域のことからでありますが、例えば面白いデータがありまして、デンマーク、これもちろん本当最近のまであるんですが、デンマークとかスウェーデンのですね、GDP とですね、二酸化炭素排出量を見ますとですね、日本とはちょっと違うなと分かります。GDP は伸びてるけど CO2 は下がってる。日本これが逆なんですね。GDP が伸びないで CO2 だけ伸びちゃってる。なんでそこが違うんだろうか。ここですね。こういうことをやっぱり我々考えていかなきゃいけないんじゃないかと思います。でそれは家庭の電気消費量を見ても、我々日本はご存知のように、家庭の電気消費量ぐんぐん伸びていると言われてますね、ところがデンマーク伸びてないんですよね。なんでなんだと、そこは我々にとってやっぱり考えなきゃいけない視点を提供してくれていると思います。そういう中でですね、本当はこの話もっとやってくれたら面白いんですが、今日は時間がありませんので突然こっち生えてますが、ドイツでですね、地域社会から変えていこうという試みがいろいろされてました。でそれを一つ促すものとしてですね、このドイツ自然環境保護の連邦首都コンテスト、正式にはこういうそうです、こういうふうな名前のコンテストが89年から始まって90年から実際になりまして、90年代ずっとやっておられました。その中でですね、ドイツの場合コンテストでは、このコンテストは自主参加ですね、日本もそうなんですが、あくまで自治体が自主的に参加した、主催は NPO です、ドイツ環境支援という名前の NPO、 NGO ですね、やってるんです。そういうところがやってるコンテストでですね、1位になったところを環境首都と言ったんですね。1位即環境首都であります。
で、有名なフライブルグがここにあります、はい、のフライブルグが92年に優勝して日本にも登録、まあ環境省フライブルグと言われるようになったんですが、実は見ていたら分かるようにですね、フライブルグ1回しか優勝してないんですね。他のところは別にあるんです。で、日本であんまりフライブルグと、まあ、ハイデルベルグかな、紹介されてた、あんまり他は、まあ、紹介されてません。最近ハムとかはちょっと紹介されたりしてますけど、実はですね、こんないろんな町がありました、こういうコンテストがあったんですね。で、これ私94年にドイツに行ったときに、環境首都にと言ってるけど、なんでフライブルグを環境首都にと言ってるのかちょっと疑問があったんで、向こうの方に聞いてみたら、いや、コンテストがあるんだよと言われました、ね。で、どこがやってるのかなとまたすごい思ったんですね。最初は政府かと思ったんですけど、まあ、政府はやらないだろうなと、そしても政府関係機関かなとか思って聞いたら、なんとさっき言いましたように環境団体だと。これびっくりしました、2つの意味でびっくりしました。1つはですね、よくやれるなと、そんなコンテストをやろうと思ったら、かなりのこれ幅広い専門的な知識がないとコンテスト自体が実施できないよなと思いつきました、でもう一つはですね、そういうふうな環境団体が主催するコンテストに自治体がよく応募してるなということです。この2つでびっくりしたんだよね。でと申しますのは、もし我々が日本でやろうとしたとき、これ両方とも当時無理かなと思いました。まず我々の力量がないというのがありました。でもう一つは、もし力量があったとしても日本の自治体はどれくらい参加してくださるのかな、疑問疑問疑問でした、でそういうことを思いながら、しかしこれは面白いと思いました。そして我々としてはですね、こういう標語を作りました。日本のフライブルグを作ろう。これはなぜかと申しますと、私その後いろいろドイツなんか回りまして、ドイツの街でこんな面白いことやってますよ、こんな結果が出ましたよということをですね、写真を持って、あとで少しお話しますけど、そういうことやってたらいつも最後に言われるんですね。大体みんなほーとかとか言ってくれるんですが、最後はいつもそれはドイツだからできたんですよね、これで終わっちゃうんですよ。これだったらダメなんですね。あくまでも日本で何かをやるためのヒントとしてお話したつもりなんだけど、どうもそうは伝わっていない。でやはり必要なのは、いや日本でこんな町がありますよということをしなきゃいけないじゃないか、それは自治体の方もその地域の住民の方も努力してやって、また経済の方も努力してやっていくべきでしょうけど、我々も環境団体としてそういうのをですね、支援できない、支援というか何とかサポートできないか、促進できないかと思いました。それで付けた名前がこれでありますように、日本のフライブルグを作ろうであります。はい、その時にエコヒーケという言葉を使って、最近なんかいろんなところで使われてるみたいですけどね、94年の雑誌にこんなことを私話して書いたのを覚えております。でそういうふうなことをやったんであります。でこの環境首都コンテストの具体的な目的、これはまあドイツも日本も同じ、まあ、我々が学んでそれを変化させただけなんでありますが、一つはですね、この2番目が実は大事です。戦力としての競争と、これ何かと、これドイツでこんなこと言ってそのまま使ってるんですけどね、日本語じゃないような感じもしますけど、要するに自治体間にいい意味の切磋琢磨を、もしかも、日本は競争社会であります。競争社会は悪い面といい面があると思います。いい面はありますよね。なんだかと言ってのも、やっぱり競争しながらより高くなっていこうという、その部分を自治体間に持ち込めないか。どうしても日本の自治体も世界にしてもそうですが、別に競争しなきゃと生きに存在なんですね。やっぱりそこにいい意味での競争を申し込みたい、はい、であとですね、先進事例なんかご発表いただきますが、我々これやるときにですね、質問票というのを作って、それを答えていただくということでコンテストに出します。でその質問票大体90数問ありますが、その90数問というのは実はですね、全て政策提案なんです。こんな計画があるのか、その計画を作るときにどういう住民参画をしたのか、でどういうふうな実行をしているのかというふうないろんなことを聞いていきます、はい、そういうことを考えますと、でまた皆さんのお手元の資料にもあると思いますが、決して狭い意味の環境ではなくてですね、いろんな項目を聞いています、この5ページ以降見ていただいたらどんな項目が質問しているのかってお分かりだと思います。決して環境だけではない、住民参画のことも情報公開のことも、それから自治体間の交流、それからなんと、自治体職員の資質の向上とか、そんなことまで聞いとると、それからもちろん経済産業のことも聞いとるということが分かります。でこれを、いわゆる前は自治体に対して我々のようなですね、環境団体の方から政策提案したんですね、全て、
そういう形があります。でその上でです、その上で実際どんな効果があるかと申しますと、このコンテスト後で申しますようにいろいろ表彰をしております。順位による表彰とか、あと先進事例による表彰でかなり表彰しております。でこれは多分日本社会で今一つ求められているかなというのは、本当にいいことはいいということですね。日本社会今評価ということをよく言われます。自治体の方も評価ということを言われて大変な行政評価でやっておられますけど、大体日本の場合の評価というのはマイナス的な意味を無視ですね。むしろ批判というのは大切なんですが、いいことはいいと言わないといけないですね。で自治体はどっちか言ったら悪いことと言いますかね、良くないことが起こったら新聞にはいっぱい書かれちゃうんですけど、いいことやってたらあまり書かれないんですね。まして、住民からは褒められないあんまり。となると果たして自治体として自信持っていいことできるんだろうかと、ね、で変なことというか我々からしてちょっとまずいなと思ったことがあればそれははっきり言うべきですけど、反対に頑張ってることなら頑張ってるとやっぱ言ってあげないと伸びないというふうに思っておりまして、で我々としてはそういう表彰をいっぱいあります。そういうことによってやっぱり環境行政に対して、また環境行政だけでそのことを担当されてた、先進事例をやられたような行政の、部門に対しての評価が高まるんではないか、実際高まっているみたいですが、そういうことがあります。それから、自治体の中ではこれ評価の道具としてよく使われています。結構いろんな自治体に聞きました。これをもとにいろいろ考えて、自分たちの政策の見直しをしている。特に一番ありますのは、あれですね、他の自治体と比較してです。人口規模が似通った自治体と比較して、うちはどこが強みで、どこがちょっと弱いのかなとか、じゃあ今度ここ力入れようか、そうか強みをもっと生かそうかというふうに見ていただく。そういう評価のツールとなっております。で実際のところそれを利用してですね、年度年度ですね、次の年度にこんな新しい政策というか施策を入れようというようなこともやっておられる自治体も結構出てきております。であとは今日もそうですが、こういうことを通じまして、例えばこんな交流会をやらせてもらって、お互いがやることで自治体間の情報のネットワーク化をしたい、そして我々と自治体の皆さんの方々のですね、ネットワークをしたい、こういうようなことを目的として掲げております。それで我々01年から10年間続けるように今考えております。で、それ以外にですね、私ども環境市民の方これからですか、これも実際はほとんど今ネットワークと一緒、このシトコンテストのネットワークと一緒にやっておりますが、こんな持続可能な地域社会のモデル共同研究というのをやっております。これは、多治見市さんと5年間契約を結びまして、多治見市をモデルにして持続可能な社会をどのようにやっていけば、どんな政策を受けば、また住民にどう働きかければ可能性が高まるのかという調査研究であります。でまだ1年ちょっとなんで、これからまだまだなんですが、そういうようなこともありますし、また、今度10月の11、12に行いまして、まだ参加を受け付けておるんですが、環境自治体を作る、これ空が抜けてます、市区町村長と環境 NGO の戦略会議という会議を開いております。この字の通りでありまして、テーマを設けて、それについて市区町村長、およびここには書いてますが、当然のごとく自治体の職員の方、そして我々で専門家も入れまして、ぶっちゃけた討論をしようと、そういうふうな会を、これほぼ毎年やっております。はい、というようなことを通じまして、全体としてこういう持続可能な地域社会を作ろうという動きをしております。これがその戦略会議の感じですね。こんな形でやっております。で、この環境首都コンテスト自体は、今日もふるさと環境市民の会、それからエネルギー政策研究所、あとあれどうかな、はいですね、神奈川アジェンダ推進センターの、入ってない、ごめんなさい入れなきゃいけないですね、というような形でですね、いろんな日本の各地の NPO、NGO と一緒になって、推進しているものであります。でコンテスト自体ちょっとこれ見にくいのですが説明申し上げますとですね、大体1年間ずっとやってるんです。本当はで大体ですね、今の時期がこの募集を応募をかけてる時期ですね。で応募いただいた自治体に質問票、100ページ以上の質問票になりますが、ページ数が分厚くて大体、回答するのにすごく時間かかっていつも怒られているんですが、そういうのをお配りいたしまして、それを大体年内にご回答いただくということをしています。でご回答いただいたらそのままではなくてですね、見せていただいて、我々疑いはしません。しかし答えに矛盾があるかどうかというのをチェックいたします。でその上でですね、もっと
むしろ自治体の方々の聞きたいということでですね、ヒアリングをかけさせていただきます。でヒアリングは2段階でして、電話によっていろいろ聞くのとですね、それから実際に訪問するという形で、半分ぐらいの自治体を訪問しようと思っています。この訪問するのはですね、仮集計しまして、どうも得点が結構出るなと思われた自治体とかですね、今年初めて応募された自治体とか、そういうところは必ず訪問するようにいたしております。で訪問して、半日かもうちょっと、下手すればもうちょっと長いぐらいいろいろ聞きまして、でこのヒアリングするのはですね、何もチェックかけるだけじゃないんです。実は、後で ご発表いただきますが、先進事例集というのを作っておりまして、こういうふうな、まあ、70から80ぐらいですね、毎年こんな日本の自治体で面白いことやってるよという、後ろにもありますので、後でちょっと、休憩時間とか見ていただいたらいいかと思いますが、これを作るためにはそのヒアリングかけないとまず無理なんですね。具体的に聞いてみないとやっぱり分からない、面白いかなではいけませんので、はい、でそういうことをするためにもヒアリングをかけます。でそれをかけてちゃんと集計をし直しまして、点数化いたしまして、だいたい3月までかかっちゃうんですね。で3月の終わりにやっと順位を確定いたしまして、発表をしながら今度1位のところ表彰式に参ります。はい、で表彰式に参りまして、その後4月5月もまだですね、1位以外のところの表彰式に参ります。はい、でそうこうしているうちに、次のコンテストのですね、いわゆるもう質問を変える、毎年質問は深く深くというふうになっています。正直申しますと、自治体が同じ施策を続けていられた点数はだんだん下がっていくという恐ろしいコンテストかもしれません。はい、そういう感じで1年中やって、これを10年間やり続けるということになっています。でなぜ10年間もやるかと申しますと、やはりこのコンテストの趣旨からいたしましてですね、あまり1回2回やったらいいというものじゃないですね。もう持続的にやっていくことによって、それを自治体の方の中でですね、後で申しますが、目標にしていただいているところもあるんですね。そういうことを含めまして10年間考えていきたいと思っております。で表彰はここにありますように、今申しましたような感じでありまして、総合順位と、あと人口規模別の1位に、そして地球温暖化と住民参画という、まあ、非常に今重要視されている部門の各人口規模別の1位とかですね、それから先進事例の特別表彰で30ほどとか、こういういろんな表彰をしております。でちなみにですね、これが昨年度の総合10位まで発表してますのは、この総合10位とか表彰したところだけであります。これはちょっと日本とドイツの違いであります。ドイツではですね、実は全順位発表してます。で本当は我々というのはそうしようかなと思っていたんですが、どうも日本ではマイナスの方が多いのかなと思いました。と申しますのは、日本中の自治体が参加しているならば発表してもよかったですね。とはそうは申しません。我々の方のコンテストで参加いただいているのは、今去年で85だったかな、ぐらいであります。でこれが日本の全自治体から見れば数が少ないじゃないかとよく批判を受けるんですが、実はドイツのコンテストでもですね、最高で参加が 3% ぐらいなんですよ。有名なコンテストもそうだ。やはりわざわざこんなですね、回答するのに1ヶ月もかかるような大変なコンテストでですね、今日も NGO が 主催しまして、そして、ね、順位まである程度出そうかというのに、そう簡単にやっぱりドイツも日本も参加していただけません。ということは裏返せばですね、点数の前にこのコントに参加しようという自治体自体は、まあ、要は僕らから言えば、まあ、いい自治体と言っては語弊がありますけどね、だと思うんです。でその中でたまたま得点が最低であったからといって日本で一番悪い自治体がないんですね。ところが発表しちゃいますと最下位という発表になってしまうので、これはもうはっきり言いまして誤解を受けるということで、上位しか発表しないということになっております。で、これは、まあ、1位の方がです、ね、昨年は水俣市になりまして、これは我々も本当に良、かったなと正直主催しながら思っておりました。で水俣市さんはですね、第1回ずっとご参加いただいてまして、どんどん順位を上げてついに1位になりました。で何しろ水俣病の水俣市であります。でその後本当に頑張っていろんなことをやっておられたことは皆さんも ご承知だと思うんですが、やはりこれ市長さんの方にですね、表彰状を渡して、この時にですね、この前に100人以上市民の方がおられたんですよ。いろんな市民の方にぜひ来てくれと言われて、でやっぱり市長さん
本当に涙を流しながらね、話してました。やっぱり嬉しいんだと、自分たちは頑張ってるというのし、国からも頑張ってるねとは言ってもらったけど、やっぱり市民から環境団体から頑張ってるねと言われて、本当に自分たちやってることが、認められたんだなというふうに言われてました。はい、それ以外にもいろいろ、ただこれ注目すべきことはですね、決して大都市だからじゃないんですね。お分かりのようにですね、水俣市さん人口3万ぐらいですし、新庄市さんも小さい町で、多治見市さんも10万ぐらいしかありませんね。というふうに見ていただくと、飯田市さんも10万ぐらいですね。で見ていただくとですね、そんなでかい町じゃなくて、いろんな町が加わっているということを見ていただきたいと思います。でこれを報告書にまとめて、まあ、さっき言いました先進事例集です。で全体のこれ平均点をと各、質問項目別の一番捉えた自治体のを結んだわけであります。で見ていただいたように分かるようにですね、例えば、行政の総合化の予算に対する住民の参画というところはどこもまだ弱いです。はい、そういうの部分があります。で反対に結構点数上位の点数が伸びているところもあります。でこの上位の点数だけ集めていきますと、なんと700点を超えまして、ほぼ我々が今考えております環境首都という、我々 の日本のコンテストはですね、ドイツのとは違いまして、1位イコール環境首都にしてません。1位かつ、点数が、全体の 70% 以上とかいくつかの条件を設けております。でそれをクリアしたとかまだないんですね。ですから日本の環境首都と我々はまだ言ってません。はい、自ら環境人と名乗られている自治体あるのはよく承知していますが、あれはまあ僕らから言えば自称でありまして、決して私たちはそれを言った覚えはあります。はい、でところがですね、これを集めていきますと本当に700点を超えちゃうということは、決して我々むちゃくちゃ言ってるんではないということだけはお分かりいただけるんじゃないかな。日本で不可能だとは言えないと思います。で全体から見ますとですね、毎年毎年点数が、まあ、質問を書いているんですが伸びております。特に第3回と第4回見ますと、ほとんど質問の項目同じです。質はちょっと上げました。その中でなぜか総合点は20点伸びました。はい、でなおかつ面白い、さっき申しました、意外に人口規模の小さい自治体頑張っておられて、平均点に差があんまりないんですね、人口規模別に見ても。それから、水俣もそうですが、2位の新城市さんかいくつかですね、大和市さんもそうだと思うんですけど、割と点数がぐいぐいぐいと伸びてられているところ、で中にはですね、はっきり申し上げますと、我々の質問を見ながら新しい施策を考えていると、そういうところもありまして、それをやると当然伸びてしまうわけでありますが、そんなところも出てきております。で、昨年の水俣のですね、点数が実は595点です。で一昨年は500点なかったんです。1年1位の点数でも、ということを考えますとだいぶグッと変わって、はい、ですから私ども思いますのは、あとそうですね、今年は無理かもしれませんが、来年再来年ぐらいにぼつぼつ日本の環境省と僕らが、いうような団体が現れるんじゃないかなという期待はしております。はい、でこの環境省コンテスト全体を見ますと、自治体の方はですね、先ほどもちょっと申し上げましたけど、一番よくやっぱり活用いただいているのは、その自分のところの、あれですね、施策を評価して新しい施策を立案する参考にする、これはもう本当に役立つと言っていただいています。はい、であと面白いのがありまして、いくつかのですね、自治体の市長さん町長さんがですね、環境首都になるともう公言されていると、中にはここに、名札にですね、市長さんの名札に環境首都を目指すと書いてあるんですね。そういうふうな市長さんももらえます。それから、総合計画、これは安城市というところなんですが、愛知県であります。そこの総合計画のですね、目標はなんと最初に環境首都と書いてあります。これは我々の言う環境首都であります。はい、それとか、まあ、環境基本計画の達成目標として、別に首都になるんじゃなくて、この、指標として、コンテストの点数を使うというふうな自治体も現れています。そういう意味でいろいろ自治体にも使っていただいているというところがあると思います。はい、でここからちょっとだけ、せっかくですから、そのドイツの環境首都ということから、いわゆる持続可能な自治体のイメージというものを少し見ていきたいと思います。でドイツのは、まあ、日本から10年はちょっと進んでしまっているかなと思います。決してドイツがいいという意味で紹介するのではございません。あくまでも我々が持続可能な地域社会を考えるヒントだというふうに思ってください。
まず、最初に出すものはですね、94年の、環境首都になりましたエッカンフェルデという町でありまして、ここはですね、なぜ出すかというと人口が2万3000しかない小さい町なんです。はい、で、予算規模も非常に小さくて、あまり贅沢なことができない町です。そこがなぜか環境首都になっているんですが、ここですね、中心街なんですが、ここの中心街にですね、だいたい昼下がりに写真撮ると、だいたいいつもこういう写真になっちゃうんですね。これ別にわざわざ撮ったんじゃなくて普通にスナップとして撮りました。で、見ていただいたら分かるようにですね、これを商店街の進行のところに持っていったら、とか言うんですね。分かると思うんですが、人口2万3000の町なんでこんなにぎやかなの、絶対みんな気にします。私も見てみましたけど、閉まってるお店一軒もなかったんですよ。1キロぐらい商店があるんですよ。しかも100メートルにあるのに、ほんと1キロぐらいあるんですよ。すごいなと思いました。なぜなんだです。で、実はですね、ここ、もう25年ほど前になります。ここの市長さんがですね、まちづくりのテーマとしてこんなのを掲げられたんですね。住むに値する町、なかなか意味深長があるなと思います。住むに値する、その住むに値するというのを具体化したらどうなのかというところの中に、一つこんなものが出ました。つまりこうですね、私たちの町で生活する上で自動車を使わないと生活できない町はいい町なのか。自動車がダメだと言ってるんですよ。皆さん自動車持ってないです。しかし町の中で生活する上において自動車を使わないと生活が困るような町っていい町なのということです。それを議論されまして、そうじゃやっぱりないなと、というようになりまして、町の中で生活する上で自動車が絶対いるよという町にしないでおこうと。じゃあ具体的にどうするのということで、中心街は一番極端ですが、自動車を通さない、はい、でもこれだと不便になりますね。で、便利にしようということで、何を便利にしようと思ったかと言ってますと、市内交通としての自転車ですね。で、ここでは押さなきゃいけないんですが、こういうふうにされます。簡単に言いますとですね、幹線道路はですね、全て自転車専用車線を作る。車線です。決して歩道の一部じゃありません。車線のところに自転車専用のものを作る。それからそこまで太くない道路、生活系の道路はですね、全て時速 30km 制限をかける。こういうことによって自転車がもう街中どこでも使えますよということをします。それから日本でいうコミュニティバスですね、バスを徹底的に便利にする、この2つに出ました。で、結果として、その結果、この街の真ん中は本当に安全で行き来がしやすいところができます。それで人が集まる、で、結果としてお店が繁盛する。よく見ていただいたらバリアフリーです、はい、そういう街が出来上がっていくんですね。例えばちょっと見えにくいかもしれませんが、オープンカフェでお茶を飲んでいるご家族のご婦人のこの方が、車椅子に乗っておられます。それとかこれの方が分かりますが、時計屋さんでウィンドウショッピングされている男性2人とも車椅子に乗っております。これもちろんやらせられました。私1週間ここにいる間にたまたま撮った写真であります。で、こういう写真を撮りながら私持ってました。私が住んでます京都、日本の文化都市と言われてますが、現代において文化都市と言えるのか、私は常々疑問を持っています。過去の文化都市であると思います、はい、で、現在の文化都市というのはまさにこういう風景が日常的に見れなきゃいけないじゃないかな、と思うんですね。で、なぜこれが可能なのかはお分かりです。先ほど言ったような政策によって街の中が非常に安全で誰でも生き生きできるようなものになったからでありますね。で、ここで考えなきゃいけないのは、まさに環境と経済と社会的構成と、さっき言いました3つの輪ですね、これをこの真ん中のところを狙った政策になってるんだということですね。決して環境だけではない、ちゃんと町の商店街の振興が果たせておる。おまけに、こういうですね、車椅子の方だけではなくて、例えば赤ちゃんだって誰だってそうですが、誰にとっても、住みやすい町を作って、例えばこういうことが可能になっているんですね、はい、そういうふうな考え方はできないかであります。一つ重要なのはですね、やっぱり後でも申し上げますが、行政のいろいろ施策の目標が環境だけ、経済の振興だけ、そういうのではなくて合わせるという、この総合化と言っています。これが非常に重要な考え方だと思います。私ドイツのですね、その環境支援という
いわゆる環境首都コンテストの主催団体の方に尋ねたことがあるんですね。ドイツで環境首都になった町とか環境首都コンテストで上位に来た町の共通性は何かというふうに言いました。だから2つを言われたことがあります。その1つがこの総合化であります。やはりドイツも縦割りなんですって。行政はどうしてもやっぱりそうだと言ってました。向こうの方も多くのところは縦割り行政でね、困ってんだよねという話。しかし環境首都になろうとかなろうとしているような町は全てがではないですが、かなりこのうまく合わせていくということをやってるということです。でもう一つは人だ、人がいること、人づくりだというのがありました、はい、この2つがポイントだと言われています。で、あとまあいろいろご紹介したいこともあるんですが、面白い街づくりをされています。でもう少し大きい街では交通の面でまた見てしまいますが、カールスルーエという街があります。でここは大きい街でありますので、こういう路面電車、大きいといっても30万ないかと思います、人口は、路面電車走っておりまして、この路面電車非常に面白い仕組みを持っております。でまずですね、これはご承知だと思うんですが、いわゆるトランジットモールと申しまして、公共交通機関と人間、そして自転車しか入らない、これは中心街、ドイツの街ではこんな多いですね。でこれがかえって都市再生になってるんですよ。日本の場合はいかに自動車を便利にしようかといって全然都市再生できないね。で、ま、この街の真ん中に駐車場を作ったらいいのか違うんですよ。その方向を完全に現実としておかしいはずなのに、まだそれをやってます。で、こういうふうなこのカールスルーエのところなんですけどね、路面電車もすごいですね。これちょっと見えにくいかと思うんですが、電気の電車の表示器でですね、どこ行きあと何分後に来るかですね、1分後、2分後、1分後と本当数分ぐらいでボン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 来てるというのが分かります。中心街ですから当然の路線も多いのでこうなります。で郊外に行くともっと面白いことが分かりまして、これドイツ鉄道、日本でいう JR の駅であります。でカールスルーエの郊外にある住宅街にある駅なんですが、ここに路面電車が止まっております。実は路面電車がですね、ドイツ鉄道、日本では JR に総合乗り入れしちゃうんです。地下鉄と私鉄じゃないですね、なんと JR と路面電車がと。これ実は技術的にかなり面白い話はあります。それを置いておきます。しかし皆さんお分かりだと思うんですが、ここにお住みの方はですね、この路面電車に乗ったらですね、郊外はドイツ鉄道のレールの上で時速 80km 以上でずっとスッと走っていって、そのまま市街に入ってくる。ですから大学とか、もちろん職場にですね直接行けるんですね。直接行って直接帰れる、こういうこともやってますね。そういうことによって何かともしお分かりだと思います。車を使わない世界でも便利に生活できる街をどう作るか、これ日本にとって大きな課題ですね。ここをやらないでこまめちゃんとかでやってて CO2 が減るわけないんです。日本のなぜ二酸化炭素が減らないか発揮しますね。もっと本当にやるべきところをやらないで、一人一人の人間の努力だけに期待している、あれではダメであります。で、それの最も有名な例えば多分フライブルグだと思います。数平方キロぐらい完全にそういう地区を作っちゃった。ただここをやるときに面白いことがありまして、何かと申しますと社会実験をしたんですね。これやる前ですね、市民の意見を聞いてみましたら、この特に中心街の商店の経営者なんかみんなこぞって大反対でした。そんなことやったら商売上がったりだと、えらいことちゃうと思いますね。ただ日本でも最近言われてますが、社会実験をやる、ハードを触ったら無理だけどソフトだと変えれるからってことで、ただ日本の社会実験というのはだいたい2日とかね、土日だけとか、あとよくやって1週間とか多いんでありますが、ここ半年やったんですね。で半年やってみてそれを継続するかどうかと尋ねてみましたら、圧倒的に継続しようでありました。でその圧倒的な継続のですね、一番強い意見が最初反対した方から出たんですね。理由はもう分かりだと思います。儲かるからなんです。結果として安全な街を作ったことによって人々がゆっくりと買い物を楽しめる、結果としては産業も良かったということであります。はい、でそういう街がで、今日はまあお話しすることがあんまりできませんが、料金体系も非常に面白いものを持っておりまして、特に一番有名なのは地域定期券と言われるやつであります。昔環境定期券の今は地域定期券と申します。でこれ地域定期券というだけあって面白い仕組みを持ちまして、皆さんもちょっと考えていただきたいんですけどね、今何本かな、いや書いてありますね、1ヶ月 37.5 ユーロであるそうです。
で、お隣 37.5 ですから、だいたい5000円ぐらいですかね。決して安いものじゃありません。で、どういうふうに乗れるかと申しますと、フライブルにあります、4系統あります、路面電車全部乗り放題。これは当たり前ですね。それからバス乗り放題。まあ、悪くはないなぐらいです。はい、しかし、それだけではちょっとなんですね。で、この地域定権という名前があります。実は地域全体なんです。どのぐらいあるかというと、なんとですね、60km 範囲なんです。多分横浜から東京って何キロありますかね。そんなないですね。60あるわけですね。3、40もあるぐらいですか。と考えますと、お分かりのようにかなりの幅を持ってますね。で、しかもすごいのがですね、例えばフライブルクから3、40キロ生えた町に行って、その町で町のバスがあったとしたら、それも乗れるんですよ。だから60キロメートルエリアにあるそういう町の公共交通を全て乗り放題。だから地域定義権なんですね。でなおかつです、ここからすごく面白いんですが、皆さん聞かれたこともあると思います。日曜祝日は1枚の定期券で、大人2人子ども4人まで無料で乗れます。これは何かと申しますと、お分かりだと思います。休日にですね、家族で遊びに行くときに車を使わなくてもいいようにしようということですね。一番の決め手が多分これだと思うんですけど、貸し借り自由というのがあります。日本では定期は貸し借りしたら犯罪になるんですが、ここでは犯罪ではない。で、なぜこんなことをこまごま話したかと申しますと、一つこれはなぜそんなことをやってるのかなんです。どう考えても赤字ですね。これでたくさん乗ってくださいますよ。乗ってはくださいますけど、どう考えたって赤字なんです。でそれをどうしフライブルク氏が考えるのかということを聞いたことがあります。答えはこうでありました。確かに単独では赤字だけど、このことによって何が起こっているのかであると。このことによって例えば商店街の振興という大きなことができた。それだけにかける予算どのぐらいかかるんだろうか。それからこういうことも面白いなもんです。例えば救急車の発動回数がこんだけ減ったとかね。むしろいろんな公害の目、それから交通事故者数がこのぐらい減ったとかね。そういうことを合わせていったら、これは大黒字であると。いや、自治地域全体として大きな黒字を持っていると。という考え方です。で、ただですね、これは日本の方もうなずいていただけると思うんですが、日本では残念ながら公共交通は独立採算制を強いられる。たとえね、横浜市営であろうが独立採算ですね。でそのことが結局、こういうふうな総合的な行政をやることを妨げている。だから日本も考えなくちゃいけないよね。道路ばっかりに金かけてるんじゃねえと僕らは言いたくなることでありますが、まさにそういうことによりまして、地域全体としてどんだけプラスがあるのか、そうですね。それに考えれば、大変な地域振興政策であり、それからバリアフリー政策であり、なおかつ交通事故対策でありと考えていけば大きなプラスだと。こういう考え方を我々持たなきゃいけないんじゃないか。これが私どもが申しております行政の総合化とか言ってるものです。もちろん路面電車がなくてもバスだけでそれをやってる町がある。これはミュンスターという町でありまして、ここは路面電車がない町、30万ぐらいある町なんですが、代わりに、市内の中心部はやはり、自動車を走れなせるようにして、でこのです、ね、バスを縦横無尽に走らせてるというような町もありますから、決して路面電車がなかったらできないとか、最初の一貫フェルみたいに自転車だけで頑張ってるとか、いろんな町があるわけですね。はい、それともうちょっとそのことを見ていくためにですね、このハムという町をあと少しだけお話しします。うわ、時間がなかったけど、このハムのいう町ですが、実は大変な町でして、炭鉱都市だったんです。で炭鉱都市でありますので、80年代も大変なことになっちゃいました。もうすごい失業が吹き荒れたという形ですね。炭鉱がどんどん閉山されていて、でその後町を再もう本当に大変な状態から再開発をして、雇用も作りながら、そしてなんと環境のこともやって、98年にドイツの環境省になっちゃったという、向こうでもびっくりされてました。まさかあのハムがというふうにドイツでもびっくりされた町であります。でそこのですね、鉄道の中央駅のところにいわゆる駐輪場があるんです。だからこの駐輪場変わっておりましてですね、ここにちょっと自転車が見えてますが、預けに来た方はここの入り口でもう渡してしまいます。日本だと自分で止めに行きますね。で、渡すときに聞いてたら面白いんですね。7時とか8時とか言ってるんです。でそれは何かと申しますとですね、自分が取りに来る予定時間を言ってます。はい、
で、その時間に応じて、駐輪ブースがありまして、そこへ持って行って、30分前には、ですね、渡しやすいところにまた持ってきてくれてるんです。で、そういうふうなシステムでやってますが、いいのはですね、盗難がない、いたずらがない、それから、ずっと放置している自転車がない。いいことばっかりなんですが、ただしですね、どう考えても人手がいるので金かかる。で、私利用料金見てみたらとんでもない利用料金で、日本か日本より安いんですよ。こんなんでできるわけねえだろうと思ったんで、また聞いたんですね。これどんな経営してるんですかと聞いたら、経営主体はですね、キリスト教系の社会団体と申しますか、そういうところでありまして、で、何のためにかと申しますと、もちろん環境と要素もあるんですが、もう一つ大きな要素がありまして、ここで働いている方は実は全て長期失業者である。で、長期失業者、日本と、まあ、ドイツ人肩書的に同じでしょうね。長期失業していると自分を社会から不要な人間だと思ってしまって、だん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 人間としてダメになっていく。で、それを防ぐためにですね、自分が社会的に役立つ、また社会に感謝される、また自分がいろんな人とコミュニケーションする、そのためにここに雇用するんですと、というようなことをおっしゃってました。で、ということをお分かりだと思うんですが、やってることは環境面のことをやってるんですが、目的にもう一つ大きなそういう面があって、その合わせたところでやる、この考え方が非常に重要なんじゃないかということであります。はい、あと一つちょっとドイツの事例を話しまして、日本の事例を話して終わりたいと思います。そのさっき最初に申しました人口2万3000のエッカンフェルドの町のですね、郊外ですね、こんな施設があります。 TOZ というんですが、もうちょっと実は幅がある施設があります。ちょっと面白い施設でしてね、中に入って玄関から入ったらこんな感じになっちゃうんですね。私これ連れて行かれた時に撮った写真そのままです。向こうの人がニコニコしてまして、ここは何の施設だと思うとか言って私に言ってくれないんですよ。で、その横を見ましたら、なんと部屋の中なの、部屋じゃなくて館内なのにですね、池まであって、何なんだこれはと私も思いました。で、ロビーから上がって中2階から見たらまさにこういう感じなんですね。皆さんこれ何だと思われます？目的、この施設の目的は何なんだと。で、本当ならばゆっくり考えてもらったら面白いんですけど、時間がないので回答を言わなきゃいけないんですが、実はここですね、このドイツ語なんですが、英語に直すとテクノロジーエコロジーセンターという名前です。何をやってるのかと申しますと、いわゆるベンチャー、起こす企業の、共同事務所、共同工房です。はい、で、人口2万3000の町で、ここでですね、40社以上のベンチャーが入ってるんですよ。これが驚くべきことですね。で、なぜこんな建物の中で、これ環境共生実験建築です。なぜそうなのかといいますと、このエッカンフェルドという町、最初申しました94年に環境首都になりましたので、日本はまああれかもしれませんが、ドイツとかドイツ周辺のではですね、環境の町として有名なんですね。で、そういう有名な町で今後企業をいろいろ労働雇用とかいうのを考えた場合、やっぱりそういう活動をしなきゃいけないんだけど、環境とちゃんと調和したものにしたい。だからここに入る企業は全て環境のことをテーマにする企業か、もしくは情報のことをテーマにする企業に限ってあるんだそうです。そういうところですから、その入る共同事務所公務も当然環境共生建築でないとおかしいというわけであります。はい、で、このベンチャーでですね、ドイツで面白いことを聞きました。ドイツの場合ですね、日本は私数字を持ってないんですが、ベンチャーを作ってですね、5年後の生存確率はなんと5割だそうです。2社に1社は倒産だそうです。企業って大変だなと私これ聞いたとき思いました。 NPO もまああんまり変わらんですけどね、やっぱりちゃんとやっていくのは大変であります。ところがこういうふうなセンターに入ってますと、なんとですね、5年後生存確率 95%、 圧倒的に違いますね。で、なんでそれ違うのかと聞きましたらですね、多分一番聞くのは情報だろうと言われました。例えば国とか州がいろいろこのベンチャーに向けての政策、施策を打ってんだけど、ベンチャーの方は1人2人で経営してて忙しくて、そんなことをよく分かってないと。で、自分が適切なものを何を受けるかさえちゃんと区別できないとかですね、まずそういうふうな情報の部分がある。
それが意外に効いてるかなというのは、この事務所に入ってますとですね、たとえ1人2人で企業を起こした方がですね、営業に行かれたりして留守にしていてもですね、共同のこの、まあ町のあれですね、方がおられますから、その方が全部ですね、電話の受け答えしてくださるんですね。留守番電話なんてあんまりダメですよね。皆さんもあの商売なさってたらすぐお分かりで、企業にお勤めで分かると思うんですけど、やっぱり直接話せないと。でそういうようなことから始まって、いろんなことがあって、その 95% 生存率を持ってるんだそうであります。でここのセンターはですね、5年以内に出なきゃいけないんです。出たらどこ行ってもいいんです。別にドイツ中どこからか、 EU 中とかもどこかどこ行ってもいいですよね。それは日本と同じ。しかしお分かりだと思います、ここで環境系の企業を起こしたことはですね、これはエッカンフェルデというマシのマイターあのですね、その評価をうまく生かしてですね、あの環境主導になったエッカンファルデでやってる環境企業なんであります。わざわざ他の町に行くのはマイナスなんです、というふうに考えますと、出て行ってまた新しい企業に入って、実はね、入居待ちなんだそうです。結構皆さん考えてください、人口2万数千の町で何十社というベンチャーがあって、まだまだ入ってくる可能性がある。こんな町日本にありますか。これすごい雇用を町の中に作り出してるんですね。でそれを環境という要素をちゃんと生かしながらやっていこう、この考え方が必要なんじゃないかというふうに思います。はい、であのもちろんこれはあの町だけじゃなくて州とかの政策と相まちながらやっていくわけであります。本当はいろいろお話したいんですが、今日は時間がありませんので端折ります。他にもいろいろ面白いことやっていますが、これ話したいけどやめましょう。日本の事例をやります。その中でですね、あのこれだけはちょっと言ってから日本の事例をやりたいと思いますが、私どもこのコンテストをまあ4回5回目にやってまいり、それ以外にでもですね、いろいろ、自治体の方々と話し合ったり、いろいろ共同でやってみたりしながら、今得ている中でこの7つが重要かな。ちょっと多すぎるんですけど、7つがまずやっぱりなんだかんだと言ってそのリーダーシップを問える人、それから新しい政策とか施策をうまく発案できる人、そして住民側に、もし自主性があって自分たちもやっていくけどいい意味でのパートナーシップを組めるような人、そういうリーダーがやっぱりで今いるかいないかのもんじゃなくて、リーダーを育てる、人を育てるということに力を注いでるかどうか、これが重要な要素であります。それからそういう人がいたときに、やっぱり三角と対話をやって、行政だけ住民だけ企業だけじゃなくて本当の意味の高い次元でパートナーシップを組んでいくことができるかどうか、でその要素として先ほど最初にお話しましたように、環境と経済社会というのを合わせた中でやっていくとは申しましても、今日はあまり話せませんでしたが、やっぱり勇気の湧くような誰でも分かるような率先的な事例がないと、目に見える事例がないとダメなんですね。ほんで本当はこれをあれ住民参加でどんな進めてるかという面白い事例もあるんですけどね、そういうものが必要であります。でただその事例率先例みたいなものをバラバラにやってたらいけない、戦略を組まなきゃ、まさにアジェンダ、まあアジェンダが日本でしんどいのは環境基本計画でも総合計画に置き換えていただいてもいい。これがしっかりした絵に描いた模試じゃない計画を住民参画で作って実行できるかと。でそれを全体的にさせようと思ったら、行政とかの施策をやっぱり総合化、さっき言ったようにですね、していかないとこんなことはできないというわけであります。でこれをやる、で最後に書きましたが、これは要するに我が町はこんな町にしようというそういうビジョンですね。この前 の, あの衆議院選、私あんまり論評は差し控えますけどね、あの各党のマニフェストを見て一番悲しかったのは将来像が見えないです。何をやるとかいうのは書いてあるんだけど、どんな日本を作るのか分かんない、はっきり言いました。それじゃダメなんですね。同じようにどんな地域社会を作ろうとしているのか、どんな住みよい社会を作ろうとしているのか、これを将来像を分かりやすく描かなきゃいけないんじゃないかと思います。3分ぐらいオーバーしてもいいですか。ごめんなさいね。そういう中で一つだけ、多治見市の例をお話したいと思います。これ総合かな、面白いです。多治見市のところ、これはまあどこでもそうないんですけど、環境基本計画が環境下の基本計画になってしまって、
つまり縦割り行政の中で、ね、役割を果たしていないんじゃという、そういう疑問があったと言われます。それからこれはあの行政の方からうなずかれると思うんですが、 ISO14001 がエコオフィスに特化されてないか、都市計画や土木部署の環境管理やオフィスの節電、紙の原料で良いのか、確かにやってもらわなきゃいけないので、本当はここだよねと。そうですよね、どう考えてもそうです。こういうことおかしい、なんとかできないのかと思いました。それから、多治見市のもうまあ皆さんの自治体もそうかもしれません、やっぱり大変なんですよ。財政も大変だし、何しろ多治見の場合は一度ですね、財政再建団体一歩手前まで行ったんです。で行政改革もあるし、ね、いろんなことやらなきゃいけない、個別にやってたんだ、もうどうしようもない、予算も人も足りないと、総合化するしかねえじゃないかという話になりまして、そのシステムを考えられました。で名前は多治見市の政策形成ヒアリング、え、地味な名前なんですが、こういう前他にもあるんですけどね、こういういろんなものが行政の中にありますね、これを一挙にですね一括して今後やろうというプロジェクトが本当にここから見ていいのかどうかを全部チェックをかけようということです。はい、で予算編成前にやられます。で関係者が全部一堂に会されましてやられます。で例えばですが、非常に分かりやすいでこんなのがあります。用水路の整備という事業がありました。建設部の主管事業で、目的は老朽化した水路の改修、これだけです。普通ならこれだけでやります。しかしここはそれはやってはいけないですね。さっき言った形で、例えば行政改革からはですね、地域住民を企画設計時から参加させましょうと、用水路の改修といえどもやりましょうということです。はい、それから、まずこっちましょう。環境基本計画では、市街地で水に親しむ空間とか、病棟部を作るとか、そんな単独の予算ないから、ここにこれを入れられないか。はい、それからこれは職員の人事課の方でですね、人事秘書課の方で所管してたんですが、職員の自主的なグループで子どもたちとやるメダカの学校、まあ我が家と思います、そういうふうなものをやろうという動き、これを全部持ち込んでここの中で実現しよう、まあ、言うてて当たり前なんですよ。でもこれをシステムとしてやってるんです。たまたま成功したんじゃなくて、ここはこうなってしまうような政策のやる。でこれをクリアしないと、なんと予算の要求さえできないんです、各部は。それが面白いところですね。で実際どうなったのかと申しますと、これがその出来上がった図なんですが、用水路でですね、この川の大きな川の横にある用水路で、最後もあと川に流れ込む手前だそうです。で普通はもう側溝なんですね、完全な側溝だったのをこういうようにしてしまいました。まあすごくいいかというとそうじゃないけど、少なくともだいぶ違うなと思います。でもう一つ良かったのはですね、これを経験された、さっきのあの全ての行政施策に住民の参加をですね、でどんな用水路回収するかとか参加されたのでですね、そのことを頭に入ったのはここの自治会の住民の方々なんです。でたまたまこれもそうなんですが、その自治会の中でですね、先祖から受け継いできた田んぼをですね、おばあさんがもうちょっと耕作難しくなった、手放すのは何なんだ嫌なんだけど、できたら自治会で何かいい方に使ってくれないかという話があったんですね。でそれを聞いた自治会の方がこれをやってたもんでピンときてまして、で、自治会が自分たちでこの田んぼビオトープを作っちゃった、聞いてびっくりしたんだけど、もう行政から予算ゼロだと言ってました。でなぜゼロでいけたかというのは分かりますね。さっき言ったことになってて、経験を持ってて、はい、でそういうことで波及的にいろんなことが起こってくるんですね。決してその一つ一つにとどまらない。で本当はいろいろお話したいんですが、例えば保育所だってそんなことですよというような、こんな時にこんなことしてるべきじゃないですね。はい、で、その保育所も面白くて、地元産材を作って完全にいわゆるシックハウスフリーでとかね、いろんなことをやったものをちゃんと作れる、それをシステムとして持ってるんです。それが大事ですね。日本の自治体でもこんな、今日はもうこれ以上お話しいたしませんが、いろいろ面白い事例が出てます。それからこの休憩時間の後に、もう自治体の方から3つ面白い事例を発表されます。でそういうのを合わせていけば、日本の地域からは私結構希望があると思うんですね。正直言いまして、国を見ててあんまり希望は感じないんですが、地域からは十分に希望がある。で地域を変えることによって本当は日本の社会を変えていけるんじゃないかなというふうに思っています。でこの環境首都コンテストはそれをまあ促そう、またどちら促進しようという立場でやっております。でぜひ皆さんの、ご関心と、それから自治体の方には本当に参加いただきたい、引き続き参加、それから新しく参加、みんな歓迎でありますので、ぜひご参加いただきたいと思います。
最後に申します、参加費は無料でありますので安心してご参加いただければというふうに思います。どうも、2分ほど超過して申し訳ございませんでした。ありがとうございました。